背景、夏目様。書き出しはスラスラできたんだけど、その後がな。人気作家夏目様へのお手紙だよ。任務で予告状を送ったりするかもだし、手紙の書き方を練習しようと思って。練習台にしておいてなんだけど、殺害予告はさすがにかわいそうかなって。個人的に恨みもないわけで。本当だよ、自分の考えを文章にするってこんなに難しいんだなって痛感したよ。そう考えるとベータもすごいね。となると一番書き慣れているのは報告書だね。まず結論を述べて、そこに至るまでの過程を。なんだか書けそうな気がしてきたよ。ありがとう。